準備を整えたあなたにシェップは神殿の構造を教えてくれた。細かい部屋の用途は敵の軍団に改造されているため彼も詳しくは知らないが、あなたが侵入するのは神殿の中層からであること。仮想は怪物たちの居住区、もちろんかつては巡礼者や神殿で働く者の住まいであった。あなたはその中を通り抜ける危険は犯さなくて済むこと。上層へ通じる通路には大きな鉄格子が作られていて、何とかしてここを通り抜ける手を考えなければならないこと。上層から先は長い石段の後、奥の院と呼ばれる場所へ続き、その先にある鐘楼が神殿の最も奥であり、軍団長はそこにいること。貴重な情報だ。あなたは神殿の構造を頭に叩き込んだ。わしは冒険者って人種が持つ好奇心と行動力はドワーフのそれに匹敵すると思ってるよ。きっとうまくいく。幸運を祈るよ。シェップはそう言うと扉を開き、安全を確かめるとあなたを外へ行くよう促した。彼はこの扉に絶大な信頼を置いているようだが、あなたは楽観できない。歴史ある竜の山を制圧した軍団なのだ。この場所が破られるのはそう先のことではあるまい。シェップの安全のためにも早く任務を成功させねばなるまい。さあ出発だ。ここから先は敵の真っ只中への潜入口となる。